私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんばんは、ドクター熱血です。あ、遅くなりました。本日2023年12月の16日、新しいガチャがやってきます。クリスマスローレルガチャスペシャルパーティー、まずこのガチャを引くべき人、各3キャラが好きな人ですね。ヤチル好き、ネリエル好き、グリムジョー好きは引きましょう。あとは、臨境火薬が欲しい人はグリムジョー、そしてグループバトルベリーハードの通常枠に困ってる人はネリエルを引いたらいいんじゃないかなと思いますが、月末は、まあ、年末年始のガチャになるんで、熱いガチャが来ると思うんで、まあ、温存しててもいいのかなという、いないともう今後困りますみたいなキャラではないですね。さあ、それぞれ紹介していきましょう。ローレルガチャなんでピックアップがないです。なのでこの3キャラ好きな人はもうここで引くしかないと。まずはネリエルから上がっている動画で見ていきましょう。こちらです。ようこそ。見て見て、すごく可愛いでしょ。メリークリスマス、メリークリスマス。よくできてるでしょ、よくできてるでしょ。受け取って、受け取って。よっよっ、それそれ。ネリエルは青攻撃タイプの通常攻撃特化型、強2がバリアと強化技、体調キラー、体調キラー青っていうのが非常にですね、いないんですよ通常型が。体調キラー青の通常攻撃ヒットスワップっていうのが現状4キャラしかいなくて非常に困るところ。そしてバフ枠がいないんですね。ここはウルキは衰弱持ちなんで、銀は特にないというとこなんで、バフ枠がないんで非常に困るというとこだったんですが、今回、バフバリアという形でネリエルが来ましたと。非常に助かりますね。で、通常攻撃 30% アップなんで、リンク要因としても腐らない。青攻撃、敵ガード向こう、青向こう貫通スーパーアーマー、敵撃破ごとにゲージ上昇とかは、まあ、グループバトルサブの運用として考えると、まあ、あんまり必要ないかなと。まあ、おそらくは、これはアリーナ向けの能力なのかなと思いますね。まあ、でも、青攻撃だから限界討伐クエスト等でも使えるかもしれないですね。まあ、でも、一番、メインとして使うのはグループバトルベリーハードのサブですね。強化技効果アップの強化技、そしてバリアは発動数アッププラス2なんで、味方に3枚、自分に5枚、全状態上向こうもいいですね。非常に優秀なスペックを誇っており、噛んだ、体調キラー青の枠としては非常にいいと思います。僕は
そういった点で欲しいですね。グルーバトルベリーハードのサブ要因として欲しいですね。サクサクいきます。時間が時間なんで、次はグリムジョー上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。ああめんどくせえ。ああ届けもんだ。これでも食らえ、これでも食らえ、売れてやれよ、売れてやれよ。めんどくせえ、めんどくせえ。グリムは赤攻撃タイプの強攻撃特化型、全ての攻撃に侵食付き。クインシーキラー、ソウル特性初めてですね。強攻撃ダメージ 35% アップ。まあちょっとね、どうしようかなっていうところですね。あの例えば地属性で、同じような感じで使えるのが、強攻撃ダメージアップに体力最大時強攻撃ダメージ 20% アップ。こちらだと、まあ、体力最大限定ですけど 40% アップですね。であとはこの形だとケンパチとか 20% アップに 16% アップで 36% アップですね。35% を超えてます。さらに言えばこちらなんて 25% に 16% アップなんで、41%、まあ、単純に足したとしてね、 35% よりも上回ってるんで、まあ体力最大だっていうのがネックになるんですけども、例えばね、そのグルーバトルベイリーハードのメインのリンク要因として使えるかっていうと、それはまあクールタイムとか積んだ方がいいんじゃないのとか、そういった感じになるんで、この 35% アップをどこで使うかって正直わかんないですね。まあ、それよりも一番僕としては大きな点としては、心のリンク強化薬獲得数プラス10待ってましたよ。なかなか今までね、プラス5までしかなかったんで、非常に心の臨境火薬が足りてなくて、このおかげでようやく強欲周回ができるなと。このグリムに水着の美薬屋をつけてプラス15で回りたいなと思います。で、継承のまま回るとして、状態上不要時一定時間レース 80% アップとか、心属性の状態上確率アップとか、侵食時ダメージ 40% アップとか、シンパティ効果の地属性アランカルが敵状態上事前ダメージ 40% アップとか、非常にいいですね。あとはまあこのキャラでレイドを回るっていうのも非常にいいですね。という感じで、僕は、まあ、ネリエルムグリームの方が欲しいかなっていうぐらいに、この心の臨境火薬獲得数プラス10は本当に待ってました。はい、次ニヤチル久しぶりですね。はい、上がってる動画から見ていきましょう。こちらです。ヤチルは青攻撃タイプの強攻撃特化型、強2がバリア、0番対キラーで、ソウル特性は地の雫ドロップ 30% アップ。まあまあまあ、あんま使わないんだよね。パッシブスケール、フィールド真珠回復 20%、 緊急回復プラス1、敵ガード無効、潜伏無効、
雫、そう、ソウル特性で地の雫ドロップ 30% アップなのに、習得可能なアビリティで雫ドロップ量アップ 20% なんで、このキャラだけで、50% アップ、さらに最後に地の雫獲得数プラス10っていうのが入ってくるんで、まあ、雫足んない人はいいんじゃないかなと。でチームパーティー効果心属性の強攻撃ダメージ 20% アップ、チームパーティー効果フィールド侵入時の心属性の強攻撃クールタイム回復 20%、バリア発動数アッププラス2、強攻撃1つアッププラス2で強攻撃ダメージ 60% アップなので、強攻撃でも結構ダメージ出ますね。まあでもどこで使うかなといったところですね。可愛いんだけどどこで使いましょうというのがヤチルですね。青攻撃ゼロ番隊、人間ゼロ番隊の青攻撃で、まあ、サブで使うかっていうとバフじゃなくてバリアだけなんで、バフ要因だったらまあ良かったなっていうところなんですけど、というところですかね。まあヤチル好きはようやくね5個目なくかな、ヤチルが全然ヤチルいなくて、あちゃちゃし、ハロウィンと千年と、まあ、落書きとバレンタイン全部転生来てて4キャラ4タイプしかないんで久々の登場ですね。という新キャラ3体で、闇鍋が結構闇が深い、クリスマスガチャだけど水着のキャラが2人いて、でヨルイさんは雫アップ、雫アップだったね。ね、で臨強火薬アップと雫アップのキャラですね。で力属性で水着のひなもりくんが、臨強化跳躍アップと臨強化薬アップ、クリスマスのハリベル様は体力最大時全ダメ 30% アップなんだけど、最近使わないんですよね。まあ、通常型につけるっていう方もいらっしゃいますが、あんまりこ の, つあの体力最大 30% アップ使わなくなっちゃったんでちょっと微妙かなと。で、水着のイサネは雫アップと臨強化薬アップがありますね。てかみんな臨強火薬、あのハリベル様以外臨強火薬アップだな。室ヶ谷君も織姫もそうですね。違う、ソウル特性じゃなくて、織姫も室ヶ谷君もこれらは雫アップはついてないタイプの臨強火薬アップだけのキャラですね。はい、というところで、いや正直微妙、その新キャラ以外はちょっと微妙だなっていうガチャですね。なので余計にまあ今ここで3キャラ好きな人以外はスルーしてもいいんじゃない、無課金の人でこの3キャラ別にっていう場合はもう貯めとくのをお勧めします。年末年始に向けてしっかり霊力を貯めていくことをお勧めしますっていうとこかな。で、まあ運試しに3、6、10まで引くぐらいなねでもいいかもしれないけど、いやー天井行くまでに3キャラ揃えてーなー、僕は1体ずついればもう満足です、十分です。
というわけで本日2023年12月の16日から始まりますクリスマスローレルガチャスペシャルパーティー、引くかどうかはよく考えてください。今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。